青空とレインボーコーヒーのビジネスアンテナ。はい、始まりました。青空とレインボーコーヒーのビジネスアンテナの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは、098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは今週もこのコーナー、ゆうきの今週のコーヒーコーナーということなんですけども、今回ゆうきがですね、火星だったかな、どっかに旅に出てしまってですね、ちょっと本日いないので、また次回来週お楽しみにということで、今週はこのコーナーをお休みさせていただきます。その分ですね、社長さんのコーナー長く取れると思うので、皆さん楽しみにしていてください。今週のゲストはですね、株式会社 ATP 代表取締役比嘉翔太郎さんです。じゃあ CM の後、一緒に楽しい話を盛り上げていけたらなと思ってます。今週のじゃあ1曲目、いつもこの曲とかって聞いてないんだよね。全く聞いてないです。めちゃめちゃ映ってるじゃないですか。日賀さんが映ってる。そう、がっつりがっつり。あ、これだ。アカデミーの仕様で結構やってる。あ、そうですか。CM 開けます。今週の社長さん、いらっしゃい。はい、先ほども紹介したんですけども、はい、今週の社長さんは株式会社 ATP の比嘉翔太郎社長です。比嘉社長はゲームアプリなどを開発する会社の社長さんで、数多くアプリゲームを世の中に出されています。ほうほう。
また株式会社 ATP はゲーム以外にもウェブサービスやアプリ開発などでも多くの実績がある会社です、うん、それでは比嘉社長、簡単に自己紹介をお願いします。はじめまして、株式会社 ATP の比嘉翔太郎と申します。よろしくお願いします。はい、うちの会社は、創業してもう7年目になります。で7年、はいはい、でゲームをもともといた会社がゲームの会社だったので、沖縄市合わせにあったゲームの会社に僕がたまたまバイトで紛れ込んだところから僕のゲーム開発人生が始まったという感じで、あの運が良かったといえば、ちなみにその会社さんももともとはこのこっちのすぐ奥側の方に事務所があって、沖縄市の合わせに引っ越して、その合わせに引っ越した時に僕が就職してという形で、何かの縁があるのかなと思いながら今日お話しさせていただいてます。で、うち僕自身自体は一番、皆さんに分かりやすいところで言うと、龍神マブヤの一番最初のプロジェクト、ゲームを開発するプロジェクトに参加させていただいたり、はい、で、もっと近いところで言えば、今現在進行中の、沖縄市の観光アプリの沖縄市のコザアップスをうちの会社でやる、あの開発させていただいたり、沖縄市のメイン の、 あの PR キャラクターであるエボとエボのアプリ、あ、エボのキャラクターを使った、ゲームアプリでエボのスライドパズルというのも作らさせていただいてます。で、弊社の方はゲームで、世の中に何かあのいい話題を提供できればな、もっと言うと楽しいことを増やしていければなと思って、うちの会社だけではなく会社の、つながりの中で沖縄ゲーム産業振興ネットワークジオンというのもやらさせていただいているので、その中で、全国各地の子どもたちと一緒に手をつないで、野菜の料理をしたりするベジスタというイベントもやらさせていただいているので、もしかしたら何か沖縄市の中で一緒にやれることがあればと思いながら、ちょっと今日こちらにお邪魔させていただいた次第です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。これはもう立ち上げからずっとアプリですか？そうですね、立ち上げからアプリと言ってますが、最初の2年ぐらいは僕が遊んニートみたいな感じで遊んでたので、実質5年ぐらいの会社ですね。2年ぐらいは本当にもう何もしないで、あのゲームの企画を家で書いたりとか、あとパソコン講座を頼まれたらパソコン講座の講師をしたりしながらやってたので、全然最初の2年ぐらいは本当に会社という名の何かみたいな感じで活動させていただいたというのが現状で、で5年ちょうど5年ぐらい前にあの社員がいっぱい増えた時期から、そういうアプリを作ったり、ウェブサービスを提供し始めたりというところが多くなったというのが現状でした。この急に社員の方増えたっていうのは何かあれですか？たまたまこのタイミングで大きな、パソコン講座の仕事をするような仕事が入ってきたのと、ゲームの開発の仕事が入ってきたので、一緒にやらないかと、前働いてた会社の社員とかに声かけてやらさせていただいたというところで。ちなみに何人ぐらいでしたっけ？その当時が、大体5名ぐらい、一緒にやり始めて、一番多い時には13名ぐらいうちの会社社員がいたんで、13名結構大変そうじゃないですか？大変でした。なので今現状は目下3名ぐらいになってますのであの一旦皆さん独立したので、もう3名ぐらいしかいない会社に一度また小さくしたという感じですね。なるほど。キッキーなんか聞いてみたいことがあるっていう、あのゲームアプリって出したら儲かるんですかね直球でしたね。超ど真ん中で、はい、あのやっぱりあの100個出したら1個売れる、売れる大ヒットの大ヒットが1個出るか出ないかという商売なんですけど、その大ヒットがとんでもなく大ヒットするという、例えばなんか例えば、一番皆さんによく聞かれるのがパズドラっていうアプリなんかは、やっぱりこのアプリなんかはすごくも大ヒットして、あのもう 何十億何百億って年間で稼ぐようなアプリに。ちなみに、あのちょっと下水んですけど、パズドラはいくらぐらい儲かってる？あの最盛期では、これはあの会社の情報としては提供、あの公開してない情報なんですけども、最盛期あのこの
会社さん、ガンホーさんがあまり出してない情報なんですけど、1日で10億儲けた。1日で10億。で今現状でも平均で2億から3億ぐらい1日で儲けて、1日で儲けてるというのが今の現状、僕らが見守ってる感じではそれぐらい儲けてるよねあいつらねみたいな話で、こう沖縄方言でミーハンダーしてるみたいな話笑いしかないじゃん、笑いしか、僕たちにはもう見えない話です、何か遠い話ではあります、そういう噂が。へー、すげー、パズドラすげーこれ沖縄の会社でもあります？結構ゲームアプリで当てたねみたいな。で沖縄の会社では上原さん、もういきなり会社じゃなくなるんですけど上原さんという方が新宿ダンジョン、新宿駅を迷路にして、大ブレイクして、去年今大ブレイクして、今度 DS のソフトにもなる上原さん、この方がやっぱりすごい、沖縄からもそういう大ヒット、まあ、この方のどれぐらい儲けたかはまだ僕の耳には届いてきてないので何とも言えないという、ただそういう DS になるぐらいなので相当な評価されてっていると思います。すげー、いいなー、これ当たるんじゃんやれないですかね、なんかね、いやだって1日ね100万円でも、うんうん、すごいすごいことですよね、うん、石油掘ろうぜですよやっぱり。そうですね友達みんないなくなりますこれ本当にそうですね。ちなみにあれですか、1個開発するのってどれぐらいかかるもんなんですかね、うん、今は開発しやすくもなってるんで、もう簡単なアプリだったら1週間でできてしまうんですけど、やっぱり、うん、それなりのそういうちゃんと売れるアプリにするにはやっぱり1年とかそれぐらいの期間がやっぱりどうしてもかかってしまうんじゃないか、簡単に僕の経験からだったり周りの人から聞いてるとだいたいそんなぐらい、まあ、企画内容にもよってこう長くなったり短くなったりするというのもありますね、うん、はいはいはい、どうすか1年これ結構、まあ、金額って結構でかいっすか、うん、この1年間、うん、でかいと思います。やめましょう、うん、これ1週間で作ったやつが当たるみたいなことはないんですかね、うん、ないことはないんです、やっぱアイデア勝負なので何とも言えないです、やっぱり当たる場合も往々にしてあるので、やりましょう分かりやすいなっていうなるほど、そうアイデアだもんね、うん、だってアイデア、それ何が当たるか分からないわけだし、うん、いいな、でもな、いいね、そうですね、人さえいればね、うん、2、3人でも作れる、うん、作れます、作れますんで、うん、そうなんですか、うん、本当に、やってみたいけどな、ね、うん、もう全く未知の世界なんで、うん、まあ、何から始めたらみたいなのは全く分かんないですけど、うん、アプリっていいなと思いました簡単に、ありがとうございます、うんうんうん、これ働きたいなっていうのは、うん、どんな人をこれ採用するんですか、ATP さん。うちの会社というよりかうちの業界の特徴として新卒採用って相当売れてる会社、いわゆる有名どころじゃないと新卒採用しなくて、ほとんど小さい中小っていうのは中途採用、経験者採用になってしまうんですよ、はいはいはい、なのでもう狭き門を沖縄県内ではくぐるみたいな話になると思います。なのでしつこく3回ぐらい面接行って入りましたとかっていう話を聞きますね。新卒採用、はい、一発で採用する、経験者じゃない人が採用されるというのは結構難しいジャンルかなと、うん、ちなみに僕も前のこのゲームの会社にバイトに入るのは3回目の面接だったんです。ここで1回合わせて2回僕面接してるので、それでも、はい、それでやっと入れました。バイトでですよ、バイトでです、社員じゃないです、すごい、それで3回なんですね。3回でした。狭いな。ただその当時が5社ぐらいしかなかったんですよ、ゲームの会社が沖縄県内で、大体10年ぐらい前の話ですけど、今はもう30社ぐらいある状態なので、もしかしたら僕が知らない会社で何百名って抱えてる会社があるらしいので、意外にもしかしたら入りやすい、やる気で取ってもらえる会社もあるかもしれないので、その辺は求人情報を目をさらにして見ていただければと、はいはいはい、やってみたいではありますけどね、うん、興味はあるかも、ハードルが高いですね思ったよりすごい。ちなみに沖縄だとどんな会社がありますか。例えば、大手の、ゲーム会社さんと付き合ってる沖縄市の合わせに CGCG スタジオさんという会社さんがあるんですけど、うんうん、名前聞いてわからないと思いますけど、ゲームで言えばファイナルファンタジーの映像をモーションを撮ったり、
はい、はい、沖縄市で、沖縄、あのこれも全然言っていい話なので、沖縄市の合わせでそのファイナルファンタジー の、 あの動きのモーションは全部取られる。で、で、那覇の方にある会社さん、エイティングさん、エイティング沖縄さんっていう会社さんはモンスターハンターの映像を作ってる。沖縄県って沖縄結構やるんですね。やるやつです。沖縄県はやるやるやつやるやつばっかり来てます。へえ、すげえ。もっともっとここら辺からは自慢が入ってくるんですけど、先ほど話した沖縄ゲーム産業振興ネットワークジオンというのの中には、はいはい、あのサムライスピリッツっていうゲーム聞いたことある、はいはいはい、ゲーム好きな、このプロデューサーさんも一緒に協力してくれて沖縄のゲーム産業を盛り上げよう。たあともう一人、田中剛さんと言いまして、この方は もちろんモンスターハンターを作った人、もう沖縄に法人格を構えて沖縄で沖縄のゲームを盛り上げようって言いながらロンドンに住んでます。嘘でしょ。そんなオチまで、綺麗なオチまでつけてくれる面白い人たちが沖縄でゲームを作ろうと。何ですかこの沖縄人気っていうか、うん、なんかあるんですかね。わからないですね。それはもう僕たちは住んでる僕たちからは何もわからない、うん、まあ、作りやすいのは東京大阪の方が全然、あと福岡、今は福岡が作りやすいとか言うんですけど、はい、沖縄県はなぜでしょうかね。すごいっすね、うん、でも結構ねなんか盛り上がってるとかって言って、うん、この間新聞にも載ってたんですけど、うんうんうん、あの内地から沖縄でそういうゲームアプリの会社を作る会社さんとかも出てきてるって言って、うんうん、環境的にいいみたいなことはね、うんうん、言ってましたけどね。こう会社建てたいんだけど、あの助成金あるっていう直接的なあの話をしてくれる会社さんとかも、沖縄に助成金があるからゲーム会社の法人格を取りたいみたいな、なので翔ちゃん所長になってみたいな、いやいやいやうち会社あるしみたいなそういう話とかもないことはないです。あるです、ね、うん、すいません、じゃあ、盛り上がってるところなんですけども、今週の2曲目いきたいと思います。はい、でまたこっちで比嘉社長そのまま、引き続きよろしくお願いしますって感じで、うん、もうこっち行くよ、キッキーのビジネスパートナー情報つって、キッキーのビジネス独特情報。はいはいはい、経営者の皆さん、国からの支援をちゃんと活かしてますか？このコーナーでは、うん、意外と知られていない国からのビジネス支援情報を経営者の皆さんにご紹介していきます。今日ご紹介するのはキャリアアップ助成金の人材育成コースです。よし。この助成金はスタッフに研修を行い、ビジネススキルを上げて将来的に社員として会社に定着させてほしいというものです。研修期間中については時給700円から800円を国が補助してくれます。例えばスタッフ4人に対して500時間の研修を行ったとすると約140万円が助成金としてもらえます、うん、研修を行うのは少し大変かもしれませんが、スタッフのスキルも上がる上に助成金ももらえるので現在非常に人気の助成金です。
青空さんが運営する沖縄ビジネスアンテナのサイトでは、他にもいろんなケースに活用できる支援情報や公募情報などをたくさん掲載しています。詳しくはウェブで沖縄ビジネスアンテナと検索してください。このキャリアアップ助成金なんですが、日吉社長ご存知でしたか？あ、名前だけ聞いたことがある。どっかで、あ、なんか使ってる会社さんがいらっしゃるなみたいな話で、名前だけは聞いたことがありました。実際に使ったこととかではないですね、はい、この助成金が今結構使ってる会社さんが多くて、うんうん、まあ、というか実はうちも使ってるんですけど、結局研修ってみんなするじゃないですか、うんうんうん、入ってもう何にも放置でバリバリやるっていうことはないと思うんですよ、うんうん、まあ、仕事始めるときにはね、うん、絶対的に、ね、なんやかんやで結構やっぱりそこに使う時間って多いじゃないですか、うんうんうん、で、それだったらちゃんと先にプランを出してその申請をすると、はいはい、その分をこう国が補助してくれますよっていうものなんですね、うんうん、なんでこれはすごくいいなっていう。で、キャリアアップやった後に別にまあ、どうしなさいっていうのはいろいろあるんですけど、うん、とにかくはそのスキルをつけさせてあげてくださいと、うん、いうことで、まあ、沖縄のレベルアップにもなるしすごくいいかなというものですね、うんうん、まあ、ちょっとまだ途中なのでね、うん、何とも言えないんですけど、ゲームの会社の新規採用とかに使えそうですね、うん、先ほどの話の流れから言う、うん、使えそうですね、うん、結構ね、だからやっぱり半年とか、まあ、3ヶ月から半年ぐらいかけて、うん、こう研修をやっていくので、はいはいはい、ちょっとねプラン立てたりするのは苦労するんですけど、そう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 、うん、いいですよ、うん、というところですね、はい、これ使えたらいいね。そうですね、うんうんうん、はい、じゃあコマーシャル行こうか、はい、はい、今週のコマーシャルです。うん、以前もちょっと紹介したんですが、炭火焼肉ごさまるさんから、うん、ラジオ頑張ってくださいとのお声をいただいて、ありがとうございます。素敵な笑顔と真心であなた様をお待ちしております。ご来店時にこの番組を聞いているとおっしゃっていただいた方に、なんとドリンク1杯かデザートを無料でプレゼントしてくれるそうです、うん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 、これが今月までなんで、今月いっぱいということね、はい、今日が27、うん、7なので、あと、まあ、4日間、4日間ぜひ、ね、ラジオ聴いてる皆さん、ぜひ、ご活用ください。炭火焼肉、ごさまるさんからの情報ですね。はい、はい、北中城村の島袋にありますよね。はい、はい、そんな感じです。よろしくお願いします。聴いてる皆さん、お願いします。よし、また今週ね、パッパパッパって時間見すぎて今回ちょっと早くなっちゃった。まだね、時間までちょっとゆったりと喋りましょうか。そうですね、うん、いいなと思います。ユッキーがいないからかな。そうですね、1コーナーなかったですからね。あ、そういうことか、そういうことかもしれないですね。じゃあ振り返りでもしますか。うんうんうん、いいんじゃない。今4回目ということで、うん、どんなですかね。こうまだ緊張してますけど、俺緊張するっていう何かが欠落してるから全くそういうのがなくて、人前に出たりしてもあんまり誰も思わないですね、うん、そういうのも。あれがまし、あ、やった、来た。結構いい時間なのかな、エンディングだね、うん、おー、うん、結構いい時間だったかな。はいはいはい、まあ今回4回目、まあ徐々には良くなってるんじゃないですか。友達から、まあ、電話とか来てですね、うん、結構面白かったよとか、うん、あれもうちゃんやった方がいいんじゃないかっていう、ね、温かい声もまあもらったんですけど、うん、いいんじゃないかなっていうのは思ってますよ、うん、どう、キキやってみて、4回やってみて。いや、まだ緊張がちょっと残ってますね。うん、水谷さんもやっぱ緊張する。僕結構まだ抜けてないですね、全然。そっかそっか、なんだろうな、まあでも1回目よりは全然みんなね喋れるようになるんじゃないですか。喋るようには、うん、感覚はあるよね、なっては、うんうん、まあ、また来月5回目6回目重ねてうちにも、ね、もっと社長さんと絡んだりとか、ね、そうですね、もっと砕いた話もできたらいいかなっても思ったりしますけどね。あと、このツイッターみたいのもらえるようになりたいですね、うん、そうですね、なんかね、バン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 、ここ読むだけでも時間終わっちゃうぐらいですね。聞いてる皆さんお願いしますよ。
そうかもそうかも。そうだね、まあ結構ね、このツイキャスでしたっけ、ユーストリームか、うん、終わって見たりとかしてもね、結構あの時あれね、言えばよかったなとか思ってる人なんですけどね、いい勉強しながら、このラジオ番組ですね、青空とレインボーコーヒーのビジネスアンテナ、もっともっと、皆様が聞いて楽しいと思ってくれるような番組にしていこうねっていう話で、そうですね、はい、今回はバイバイしましょうか。はい、そうですね。じゃあ、今日お届けしたのは、はい、キッキーと水谷とシンバルでした。また来週、バイバイ。さようなら。